スコット・ダニエル・リッチモンドは、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州、ノース・バンクーバー出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。2019年現在は、独立リーグ・アトランティックリーグのロング・アイランド・ダックス、所属。台湾球界での登録名は、チカラ・タケシ。カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州、ノース・バンクーバーで、ニュージーランド移民2世として生まれたリッチモンドは、当主の経験があるまま父から、 投球術を教わった高校時代は学校に野球チームがなかったため地域のアマチュアリーグに参加して野球をプレーしていた高校卒業後はバンクーバーの造船所で3年間働いた後野球選手を目指すことを決意ミズーリーバレーカレッジで1年間ボージュアーパリッシュコミュニティーカレッジで1年間プレーした後 オクラホマ州立大学へと移り、25歳で卒業。しかし、MLB ドラフトにはかからなかった。2005年から2007年にかけては独立リーグである、ノーザンリーグのエドモントンクラッカーキャッツでプレーそのまま MLB 数球団の入団テストを受けるが、いずれも不合格に終わる。2007年10月20日に、トロントブルージェイズの入団テストに合格し、 マイナー契約を結んだ。2008年7月30日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビュー。同年8月の北京五輪カナダ代表にも選ばれていたが、直前にメジャー昇格を果たしたため、五輪メンバーからは外れた。この年は全て先発で5試合に登板し、最終登板となった9月26日のボルティモアオリオールズ戦でメジャー初勝利を挙げた。 2009年3月に開催された第2回 WBC のカナダ代表に選出された。同大会ではカナダ代表は2連敗で一時ラウンド敗退に終わり、リッチモンドの当板機会はなかった。シーズンではダスティン・マゴワン、ショーン・マーカムラの故障により開幕から先発ローテーションに抜擢される。4月に3勝0敗、防御率2.70の成績で、 アリーグ月間最優秀新人に選ばれた。その後は打ち込まれることが増え、一時はリリーフに降格した。7月4日には右肩の炎症で故障者リスト入りしたが、同月末に復帰した。復帰後も一発病に苦しみ、長らく勝ち星から見放されたが、9月24日のオリオールズ戦で3ヶ月ぶりの勝利を挙げた。最終的にチーム3位の発祥をマークしたが、 防御率は5.52位に終わった。2010年は肩の故障のためメジャーでの登板はなく、アドバンスド A 級ダニーデンと AA 級ニューハンプシャー、トリプル a 級ラスベガスでの、k 級試合の登板に終わる。2011年は7月23日に、ロースターから外れた。オフの9月16日に、第39回アイブフワールドカップと、グアダラハラパンアメリカン競技大会の、 野球カナダ代表に選出された。W 杯では銅メダルパンアメリカン競技大会では金メダルを獲得している。2012年9月11日に第3回 WBC 予選のカナダ代表に選出された。ただ、この大会で登板することはなかった。10月4日にブルージェイズから FA となった。2012年12月17日。 韓国プロ野球ロッテジャイアンツと契約した。2013年1月11日に WBC 本大会の暫定メンバーが発表され、その中の一人だった。だが、ロッテジャイアンツの2月の海外キャンプ中に膝の故障で離脱。WBC カナダ代表からも外れ、一度も実戦登板のないまま3月20日にロッテから解雇された。 2013年5月15日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。同年はレンジャーズ参加トリプル a 級マイナーチームのみでメジャーリーグでの登板はなかった。11月5日に FA となった。2014年2月19日にレンジャーズとマイナー契約で再契約した。2015年は独立リーグであるアメリカガソシエーションのウィチタウィングナッツと契約。 6月30日には代替選手としてジャスビール・ラッカーと共に2015年パンアメリカン競技大会の男子野球カナダ代表に選出された。チームは2大会連続2度目の優勝を果たし金メダルを獲得した。オフの10月20日に第1回 WBSC プレミア12のカナダ代表に選出された。2016年2月4日に 中華職業棒生大連盟、議題、ライノズと契約し、急勝を挙げた。2017年より議題、ライノズは、トミクにガーディアンズになったものの、引き続き所属することになった。開幕前の2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。この年限りでトミクにを退団。2018年は、 イタリアンベースボールリーグのネットゥーノベースボールクラブと契約。2019年3月18日に独立リーグカナディアンアメリカンリーグのケベックキャピタルズと契約。8月30日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスに移籍した。スライダー、カーブ、チェンジアップを駆使して、校長時は三振の山を築くが、球威がある方ではないため、長打を浴びやすい。 2009年の被弾数はチーム最多の27本であり、左打者に17本塁打を被弾している。また、アリーグの100イニング以上投げた投手では非調打率が5番目に悪かった。対右打者と比べて、対左打者での被弾率、非本塁打数が極端に悪化しており、対左打者の克服が課題とされている。キャリア通算では、対右打者が被弾率21、214。 ヒオプス621と優秀なのに対し、対左打者では左三313、ヒオプス967と大きく成績を落としている。ありがとうございます。